よし、行きますよ。2カメ体制です。こっちが1カメで、こっちが2カメ1カメも作ろう。タイムで作りますよ。アプリケーションを。いつもこんな感じでやってるんですよ。多分、多分映ると思います。で、どう行こうかな。1カメ何もないじゃん。1カメは手元を映そう。じゃあ、僕がどういうショートカットでやるか。これ、すごいこと。すごいこと言ってくサングラスが曇って何も見えない。映ってます、2カメま、あいや、よし。じゃあやりましょうか。 で、考えなきゃいけないのが、僕のパスワードとか個人情報が PC に映っちゃうとまずいな。あ、PC も録画しよう。PC の画面もこれでスクリーンレコードを撮ろう。そうすると、手元はこの GoPro で撮れるから、これ3カメ ?1 カメ必要なくね ?1 カメ必要なくねつうか、見てください。これ、机がちょっと狭いっすね。カメラいろいろ置くには。いやー困ったな。どうしようかな。こおじいちゃん映しとくんじゃあ。 おじいちゃんが後ろでなんかいろいろやってるんですよ、こうやって。先生映ってますから僕が動画撮影するから、もうテレビつけるのやめてくれって言ったらもうブーブー言ってもう不手根ですけど。まあ老人は、動が早いですからね。ちなみにまだ8時です、時間は。まあちょっとこれは、どうしようかな。どういこうかな。で、これ動画、1、2、2でしょで、この2映ってないですけど、スクリーン録画もしますんで、これで4になりますよね。あ、やばい、ほら。こういうところ、個人情報、映っちゃうんだよな。どうしようかな。これ全部のカメラで修正するって言うと困りますね。 どっかのカメラは絶対に画面が映らないようにしよう。よしそうしいや、だから、この1カメは手元映さなくていいんだってば。手元は GoPro で、GoPro で。 どうしますでもなんか僕、プログラムの解説をする動画で、画面の横のところにちっちゃく自分のやってる顔を出す人いるじゃないですか。僕、それやりたくないんですよ。だって顔ってプログラム関係ないから。でもな、単純接触効果っていうのがあって、知ってます単純接触効果。その人に接する頻度が高ければ高いほど、好きになっちゃう、気になっちゃう、気に入っちゃうっていう、そういう効果ですよ。狙ってこう。単純接触効果。坂本です。いきます。で、あ、だあー映っちゃった。映っちゃった。これダメだ。 さあ、じゃあアプリを作る前に、アプリを作る仕様を決めます。どういう仕様にするのか。必要なのは、食べたもののカロリーが記録できること。で、その食べたもののいつ食べたのか、何月何日の何時に何を食べたのかっていうのがすぐにわかるようにすること。食べたものの写真をちゃんとデータベースに保存ができること。 基本はそれだけでいいはずです。基本はそれだけでいいはず。あんまりめんどくさいものを作っても使わなくなっちゃいますから。データベースの基本はもうそれだけでいいと思う。日付、写真、中身。これでいいでしょう。そう考えれば、そんなに難しくないはずなんですよ。アップシートで作るとき、カメラボタンをつけると、カメラを起動して写真を撮って、それを Google ドライブに上げてくれるって、そういう機能があるんです。なんでそれを使いましょう。で、あとは、 ユーザーインターフェースですよね。あんまりする項目が多すぎると、これまた同じように使わなくなっちゃう。そうなると意味がない。ちょっとしたもの、何でも、例えば、このくん玉一つ、このくん玉一つ。 食べるだけでもちゃんと記録しておく。で、後で一覧でざっと見返すことができる。食べたものから、やばいお腹すいた、もう我慢できないっていう時に、パッと見返して、何時間前に何を食べたかっていうのを自分で確認できるようにすること。それができることによって、あ、何時間前に何を食べたから、もう少し我慢しようとか、あれを食べてからこんだけ時間がかかってるんだと。言うなら、もう食べていいだろうと。そういったアプリを作りましょう。やりましょう。どれぐらいでできるかな。 今時間が7時50分。今日中に作っちゃいたいですね。全部やりましょう。で、決まったんで、Excel アップシートって Excel に書いていくんですよ。ですので、これを Excel 何にどういう項目を書いていくのか、書いていくっていうか、まあデータやっていくのかなんですよ。で、必ず必要なのは、まあ ID、まあカッコ、キーですよね。これは絶対必要になります。後で説明します。 次に日時。絶対に必要ですよね。で、この日時って2種類あって、デートとデートタイムっていうのがあるんですよ。違いは何かっていうと、デートは、例えば2020年の10月31で終わり。で、デートタ,タイムは、これにプラスして日付入る。違うな。日付じゃないな。時間です。秒数。例えば20時の59分の秒まで入ります。で、これ迷うんですけど、 迷うんでですすすすけど実際ののアアププリまあアップシートトに関して言えばデートタイタムの方がおすすめですよねなぜかというと、now っていう関数があって、まあこれも後で説明するんですけど、データを投入した日付、日時、書かなくても、今現在、そのボタンを押した時、その瞬間のデートタイムを記録してくれるっていうのがあるんですよ。なんで、それを使いたいと思います。かなり楽になります。これね、タップ、タップぐらい。だから10クリックぐらい省略できるんですよ。で、あとは、写真ですね。イメージ。食べたものの写真を撮ります。 これ写真ってエクセルの項目に入るのって思われる方いるかもしれないですけど正確に言うと Google ドライブにフォルダを作ってこのそのアプリ用のフォルダを作ってそこのフォルダに投入していくんですよデータファイルをほら皆さん 皆さん大好き Google フォト。あの、使ってるみたいです。アップシート。やりますね。やりますね。実際どういった形でデータ投入されるかっていうと、まあリンクの形ですよ。リンクの形。あとは取得したもの。取得したじゃない。もうなんか頭がデータベースになってるな。食べたものの実際のカロリーです。を入れます。あと、メモ的なメモ入れときましょう。僕作るとき、メモ12メモ。 3ぐらいんで,でかっていうとどっかここら辺で上の方で抜けてるものがあった時にこのメモをデータ投入用のものに変えちゃうんですよ。 その方が後々楽なんで、これも後々説明しますけど、じゃあデータ型、データ型っていうのがあるんです。データ型。いろいろあります。テキストとか数値とか日付とか。まあ、ここら辺データベースやってる方かなりわかると思いますけど、こっから下がアップシート特有のデータ型になります。テール、本ですけどね。本当は本なんですけど、 これを指定すると、アプリケーション、ここに出てきた、例えば080-11111111みたいなものが、電話のリンクとして生きるんですよ。まあ、やってみます。あ、しまった。このアプリだとそれ出てこないな。まあ、後のアプリの作り方に関しては、別途動画作りますんで。で、メール。これも、マークを含むもの、前後に。まあ、ある程度バリデーションやってるみたいなんですけど、こういったものをやっていくと、もうこれがメールリンクとして生成されるんですよ。めちゃくちゃ便利。しまった。アップシート特有の関,関数って、 今回使わないや,、まあ、いいやでこのデー,タデータ型っていうのを各さっきやったこのカラムのところですねどれにするかっていうのを指定しておかなきゃいけないんです。 なんでかっていうと、まあ、後々わかります。で、早速、エクセルシート、まあ、スプレッドシートなんですけど、作っていきます。Google ドライブに、フォルダーを1個作っておいてください。そうじゃないと、アップシートで、アプリを作るたんびに、フォルダがバン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 できちゃうんで、最初に、ルートフォルダー、作っておきます。で、僕は、アップシート、マイオーンっていう名前にしておきました。アップシートっていう名前だと、システムが同じ名前のフォルダ作っちゃうんで、別のにした方がいいですね。アップシートの後にアンダーバーをつけて、マイオーン。そして、そして、新規。で、まあ、これ、同じですよね。スプレッドシート、なんでもいいんで、1個作ってください。 さい上すいませんね旗親のがあって URLGoogle ドライブの URL ってあんまりさらさない方がいいんですよアクセス、まあ、パスワードで保護されてるんでアクセスできないはずなんですけどあんまりいいことないですでこの無題のスプレッドシートここを名前変えておきましょうで同じように下のシート1これも変えておきましょう 上は英語英語か日本語かどっちかじゃないといけなくてみたいなのがあるんですよこれアップシートがまだ完全に日本語のローカライズされてないんですよねなんでここら辺こういうところはこういうとこですよこういうとこは英語にしとくのが間違いないでここの絡む上のところを全部絡むって言うんですけど ここの絡む1行目はここを日本語使います。大丈夫です。では、無駄なスプレッドシート。まあ適当でいいですよ。僕の名前ダイエットにしました。で、下はダイエットシートにしました。下もダイエット、上もダイエットはちょっとやめといた方がいいかもしれないです。後で混乱するから。で、絡むヘッダー決めました。これ、さっき決めたやつ、同じですよ。ID、日時、イメージ、カロリー、メモのワン、ツー、スリー。こんなもんでアプリできちゃうんですよ。で、これが本当にアプリになるのかよって思われる方いるかもしれないですけど、ちょっと見ててください。で、これ、アップシートの画面です。で、ここのクリエイトニューアップっていうのを 押してで Start with your own data これ何を意味するかってスタートあなたのオリジナルのデータでスタートしますよでオリジナルのデータは何かっていうとエクセルファイルですよスプレッドシート僕がもう作ってあるんでそれでやります ポチッとな。で、アンタイトルアップ。名前を適当につけてくださいっていうんで適当につけます。ダイエットメ、ダイエットデモ。ダイエットとデモの間、半角のスペース入れたがる人。まあ、プログラムやってない人は入れたがるでしょうけど、入れない方が無難です。もうこれ、癖つけておいた方がいいですよ。何か書くときに、半角のスペースは入れない。その方が、まあ間違いないです。まず間違いないです。で、カテゴリーは特に指定しなくていいです。そしたら次、ここ、チューズ Your Data ってとこを押しますよ。そうするとこんな感じで、Google ドラ のところからどエクセルを指定するか、Excel、選んでくださいよということなんですよ、これ僕が頼まれて作ってる老人ホームのアプリとか出ちゃってるけど、これは大丈夫、で僕がほらさっきアップシート、フォルダを作ったでしょ、この中に入ってるんですよ、エクセルが、でダイヤダイエット、エクセルじゃないです、ね、すいません、えー、スプレッドシート、でこれを指定しますで、そうするとちょっと待ってくださいって言われるんで、待ちます。 これ、もロによってはめちゃめちゃ時間かかったりしますけど、だいたい30秒ぐらいでいけますね。お、リダイレクト来ました。で、こんな感じになります。これはアップシートの画面です。 上にテーブル、絡むみたいなあしまった、これはアップシートの使い方をめちゃめちゃ詳しくやるっていう回じゃなかったですね、回じゃなかったですけど、まあ、お暇なしと見ててください、で、いきますよ、で、テーブル、これダイエットシートっていうのがあるのが、これテーブルなんですよ、で、ここはいじくるのは特にないはずです、で、今度、絡むっていうのがありますね、上、絡む、ここです、ここですよ、ここですよ、ここでデータの中身のデータ型を今度指定していくんです。 さっきエクセルのヘッダーでここら辺はもう決めたでしょでデータ型ってほらここどんなデータ型があるんだみたいな話したじゃないですかでこれを決めなきゃいけないんですよ分かりますかこれローナンバーローナンバーっていうのがアップシートのちょっと特殊なところなんですよだからこれ最初は無視しいいですもうこれについてはもうこんなもんだと思って諦めてくださいもうこれあんまり触らない方がいいでデータ型このタイプって書いてあるこれですこのタイプっていうのがデータ型を変えるっていうことですよさっき言ってたの適当にささっとやっておきますよ 詳しい話はまた別にやりますからでキーで、これについてもテキストでいいはず。で 次、日時。これあんまり近づくと、まあ、こんなもんか。日時は、これほら、出てくるでしょデータ型がいっぱいこう、ドーンと出てくるんですよ。こんだけある。こんだけあるけど、これしかない。と言えばこれしかないんですよ。もうこれぐらいのデータ型でよくいろんなもん表現するのは多いって思いますけどね。こっちの方が見やすいか。この全てのデータ型、何、どういうデータの時にどのデータ型にした方がいいのかっていうのは別の動画でやります。なんで今はもう適当に流しておいてください。で、上から行きますよ。日時はひ、まあ、日時ですよね。デートタイムにしたい。これ、映ってるかな デートとほらデートとデイトタイムってあるじゃないですか。デートだと時間が入らない。デイトタイムだと時間まで入ります。なんでこれデイトタイムにする。 そしてイメージは何にするかっていうとここにほらイメージっていうのがあるんですよファイルとイメージどう違うかっていうとイメージは写真ですファイルっていうのは他にもいろいろ入るっていうことですよでキロカロリー消費したその食べたもの写真を撮ったもののカロリーっていうのはこれ何だと思います何だと思いますって意地悪ですよねこれは数値にします数値なぜかというと今まで食べたものそれに食べたもののカロリーを足し算したいからですよ数値は足し算できるけどテキストは足し算できないんですよね例えば100プラス100って僕ら聞かれると 200ですって答えますけどでもコンピューターはそれには分かんないんですよそれが分かんないんですよデータ型が何ですかデータ型指定してないから分かりませんみたいなでまたはデータ型を間違ってテキストのこのままでいくと 100+100 100は1101001000万10万10万 100, 100, 100, 100だって答えたりするんですよ100と100をつなげただけみたいなねまあそんな感じですなんでここはナンバー ありますね。ナンバー。これに変えます。で、メモはテキストなんですけど、テキストはここにある通り、本当はこれはまあ、あんまり細かいことを言わなかったんですけど、短いテキストと長いもの、二つ、二種類あるんですよ。いや、もう長いのも短いのも,も全部同じにすりゃいいじゃないかって思われる方、もう全くその通り。最近のモダンなデータベースとかは、 もうこのテキスト長い短いってあんまり気にしなかったりもするんですよね気にしなかったりするんですけど昔々の話ですよもう僕が生まれる前ぐらいの話だと思うんですけど コンピューターのメモリっっっていいうののががものすごい高価だたた時代があったんですよなんであらかじめここのテキストとんでもない長いテキスト3万行とか4万行行じゃないですね4万桁とかそういうテキストを格納するためにはメモリ空間開けとかなきゃいけないみたいな話があったんですそれはもったないからメモリを節約するためにテキスト短いテキスト例えば255文字以内で完結するようなものだったら短いテキストにしときましょうよみたいなそういう名残らしいです これメモなんで、まあ、テキストでいいんじゃないですかロングにしときますいやテキストでいいような気がするなここにロングテキストっていうのもあるんですよ、まあ、テキストでいいんじゃないですか今回はでとりあえずここまでいったら今度はここリジェネレイトストラクチャーリジェネレイトって何かっていうと再構築ですねもう一回構築してくださいよっていうことですそしてこっち右側ご注目これが実際のアプリの画面だっていうのがここで分かるんですよこれすごくないですか環境の設定をしなくても いきなりできちゃういききなりできちゃうって言ってももう何が何だか分かんないと思いますけどこれデータ実際に投入してみましょうかあしまったキーキーだキーについてはやってないな。 これデータベースやるときに絶対にキーっていう概念は必要になります必要になりますけど話し出すと長くなりますのでここは割愛します割愛しますけど気になる方いると思いますのでここここまず上見てくださいカラムのキーですねでこっちもキーってあるでしょこれこれこのキーこのキーのところを右に行きます右に行くと何があるかっていうとイニシャルバリューっていうのがあるんですよこれイニシャルバリューって何かっていうと初期値です最初から何もしなくても入れるような数値なんですよでこれいちいち入れるのめんどくさいでしょ 面倒くさいんですよそういうことなんですよでこれアップシートはオートインクリメント数字が1個ずつ増えてくっていう ID の形を取らないんですよキーっていう形を取ります8桁だったっけな16桁だったっけなちょっとやってみましょうかここに入れるのはもう決まってますユニーク ID このイニシャルバリューをクリックすると計算式のエディーターが出ますでここのところをもうこれイコールって入れなくていいですこのまま大文字でユニーク ID こうやって入れます もうこれ呪文みたいなもんなんで覚えちゃってくださいでここに出たでしょ OK マークでこれが関数として正しいですよっていう印です OK でそしたらこれもう OK 押します そしたら、もう一回、リジェネレイトストラクチャーで。ちなみにですね、これ、アップシートバグなのかどうか分かんないんですけど、このリジェネしたところで、こっちが反映されないことがあるんですよ。その場合は、この右側にある、このセーブっていうボタンを押して、もう一回リジェネを押して、さらに F5 で、このページ自体を再読み込み、するとうまくいくことが多いです。で、これ見てください。勝手に入ってるでしょ勝手に入ってるでしょもう一回これ戻ってみます。この入力画面をキャンセルにして、今データ1個も入ってないんですよ。 ここのププララススボボタタタンンをを押押すすすすんでとデーのの投入が始まりまりこの見え方はもう一回言いますけど実際のスマートフォンの画面と同じになりますピコッとなってやるとほら勝手に入ってるでしょ勝手に入ってるでしょこれってこの関数のおかげでこのボタンデータ投入が始まった時に 絶対に被らない数値とアルファベットの組み合わせをここに入れてくれるんですよこれで各データこのスプレッドシートですねここにデータがバン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 って入ってくんですよどん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 と21時ですあっ9時になっちゃった腹減った腹減ったっつうか もうこれ夢中になったら腹減ったの忘れてましたよ今言われて思い出したでいきますでこれがですねスプレッドシートまあどれもそうなんですけどアップシートが扱えるスプレッドシートのセルの数って200万セルなんですよ200万セル200万セルって気が遠くなるなって思うかもしれないですけど割とねすぐなんですよねデータベースってねでも200万セルを超えるようなデータベースを作る人はもう多分相当儲かってると思うんでアップシートでやるんじゃなくて もう、マイ s QL とか、そこら辺、開発会社に頼んでお金払って作ってもらいましょう。で、画面分割してます、こっちがエクセルスプレッドシートですで、こっちが実際のデータ投入画面、アップシートの画面です。 データ適当に投入してみますで、これ、日時、打つんですけど、打つんですけど、いちいち、いちいちね、こう、例えば、2020年のみたいな、これ入るんですけど、こんなんやってるのだるいじゃないですか。これ一発で入るようにします。これも同じように、日時のところ、変えたいところを、これですね、日時ですね。こっちの、カラムから、日時のところを選んで、ちょっと右に行きますよ。同じです。ユニーク ID と同じです。ここのところに、now って入れるんですよ。now。ほら。 関数としててて合っっますすよーってベリファイマークついたんで,すでちょっとテストっていうのを押してみましょうかこの関数で実際にデータを投入するとすればどういったデータができるのかっていうことが分かりますあしまったデータ1個も入ってないから何も分かんないやでもこの画面テストなんで別にいいんです消しちゃいましょうバッテンバッテン あれバッテンかでこれでセーブするじゃないですかセーブしてでリジェネレートストラクチャーこれをやるんですでさっきのデータ投入の画面の途中になっちゃってるんでこれ一回キャンセルしましょうかででこれプラスボタン押しますよ押しますよデータを起こした瞬間にほら今の日時と日付が入ったこれだって本当にやろうとしたらここクリックして2020でしょだから5回クリックしなきゃいけないじゃないですかで6回で10だから78でこれも9時とかだから 1一回クリックして1 1 1二2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7クリックを0回にしたんですわかりますこの威力このインパクトしかもここをデートタイムにしとくことでデータの相当時系列の相当っていうのがめちゃめちゃ楽になるんですだから僕大体やるときはいつもデートタイム絶対に使いますでデートタイムにしてからしてから日付ごとのグループ化をしたいときはここを抜くっていう関数を作ることにしてますかまたは 絡むちょっと無駄になっちゃいますけどもう一個日付だけっていうのも作っちゃったりなんかしちゃったりまあこれは後々の話ですよでこれ見てくださいイメージもうここのところここのところ携帯電話でよく見たことないですかこれ PC の場合はどうなるのかなすいませんちょっと見せらんないんですけどファイルの選択画面が出てますねじゃあ iPhone でやるとどうなるか見てみましょうか見えます分かります PC 上のこのシミュレーターと実際の実機の同じものができてますで同じようになってるはずなんですよこれオンラインだから でこれデータ、プラスにするでしょ。同じように動くはず。あ、ほら、ID が入って、日付、今の日付が入って、これ、イメージ、押すでしょ。ほら、テイクフォトか、チューズフロムイグジスティング。これ、テイクフォトは分かる、写真でしょ。で、下、チューズフロムイグジスティングっていうのは何かというと、もう写真のカメラロールの中にあるものを選びますってことです。これ、押すといろんな僕のプライベートの写真が出ちゃうんで、押さないです。 写真を撮りたいんですよでアクセスしようとしてますよっていうんでまあ、全ての写真へのアクセスを許可するを押してくださいそうするとこうやってカメラが起動するんですよでカメラ起動して食べたいものをこうやって写真を撮るんですよねでここの下,とこ下のところ写真を使うユーズフォトかリテイクもう一回撮るかっていうことになってます ただこれはまあ、ユーズフォトでいいんじゃないですか。そうすると、ほら、入った、ここに入った。これ、僕の EV の EV チャージレポートアプリ使ったことある人は、ダッシュボードの写真を撮るとき、またはリーフスパイの写真を撮るときに使う手ですね。それ、応用してます。応用してますっていうか、まあ、これ基本中の基本ですからね。 そんな感じですよ。じゃあ、こっち、携帯電話の方でやっちゃいます続けて。で、次に何をするかというと、食べたもののキロカロリーですよね。これ数値にしてるんで、ほら見てください。ちゃんと数字のボタンがいきなり出てくるんですよ。これが賢い。日本語だと、日本語だと、切り替えのボタンを何回かタップしなきゃいけないじゃないですか。もう僕、ワンクリック減らせば革命だって思ってるんですよ。まあこれ僕が言ったんじゃなくて、確か Twitter の創始者の人が言ってたんですよ。 2クリックを1クリックにすれば革命だと。それを0クリックにしたらあなたは神になるみたいな。後半は僕が勝手に作りましたけど。じゃあこれカロリー。例えば415カロリーにしましょうか。これ入りましたよね。415カロリー。で、メモはおいしいにしましょうか。メモを押すと、ほら今度は IME。これ IME っていうんですけど、今度勝手に日本語になるでしょ。すごくないですかおいしい、おいしい。こうやってやるでしょ。で、そしたらこれダーン、ダーンじゃないですか。で、セーブボタンをポチッと押すと、データが実際に入りました。右上にあるのは同期してくださいよってことですよ。 同期しないとこっ、ちにに実際に入ってこないんですよねあ、すごい。さすがのアップシート。勝手に同期した。やるなぁ、やるなぁ。じゃあ、こっち戻ってみましょうか。で、こっちも黙ってれば勝手に同期するんですけど、強制同期、ここでピコッと押してみましょうか。でんでん入ってるかな来た入ってる完璧じゃん。美味しい。ああ、もうこれで飯食えるわ。飯食える。で、ほら、しかも写真もちゃんと綺麗にあるし。あら、来たぁ。 でカレンダーでいつ食べたのかっていうのもちょっともうせっかくだからやっちゃいましょうかもうテンション上がっちゃって腹減らなくなっちゃってるんですよでもここカレンダーどこに表示するのよおいって話になりますけどここ見てくださいダイエットトシートってのがあるでしょこれってさっきのスプレッドシートのシートの1つを読み込んでるんですよ例えばあそこのシートを3つぐらいにするとここに3つ出てきますそのシートの名前を拾ってねもちろんここの名前も変えられます で、これアップシート面白いのが、さっきのスプレッドシートあるでしょそのスプレッドシートの見方を変えて、別のタブをここに出すことができるんです。ちょっとやってみましょうか。見方を変えるんで、ユーザーエクスペアリエンスだったっけなユーザーエクスペアリエンス。UX って、UX、UX ってみんな言ってますけど、UX の方が言いやすいですね。で、これで、ビューってあるでしょビュー。ビューが見方です。UX ってユーザー体験、ユーザー経験だったりとかするんですよ。で、あやばい。URL がちょっと見えてるな。 でここのととここころかからクリエイトそうすすると分かりますここにアンタイトルビューっていうのが新しいのが追加されたんですよでこのアンタイトルビューはここの名前を引っ張ってますだからこれはカレンダーにしましょうかカレンダーに変えた瞬間にここの名前もカレンダーに変わってますでもカレンダーってこれ赤線ついてるってことは英語のスペルが間違ってますねじゃあこれもうしょうがない格好つけずに日本語にしましょうかイエーイ日本語で入りますね日本語で入りますねもうこの方が分かりやすいからそうしましょうか でここのところビュータイプっていうのが次ありますよねあ、その前にこれ for this data このデータ何のデータどこのデータ拾ってくるかって話なんですよ詰まるところはどのシートを拾ってくるかです今僕が作ったアプリはシートが1個しかないんでもう選べないです1個しかないからほら1個しか出てこないでしょだからもうこれでいいんですよで次に問題になってくるのが どういうういい見せ方をしますすかっていうことですカードだったりとかカレンダーだったりとかまあカレンダーってもうあるんでねあるんでねこうなっちゃいますけどこっちこっちも見ててくださいよここのカレンダークリックしますそうするとこっちが変わりますからこうやってピコってやるとほら分かりますカレンダービューになるんですよこれ何かというとこれさっき作ったスプレッドシートですここ日時って指定したでしょアップシートが自動的にあ日時あるね日時あるんだったらこの日時を元にしてカレンダービューを作りましょうって勝手にやってくれるんですよ この手軽さ、この手軽さ、天才でしょ、天才でしょ。で、ここのところ、次にあるのが、ポジションですね。これ、タブをどっちに出すかっていうことです。これ、左になってるんで、左ですけど、これを例えば、ライト、モーストってやると、一番右に行きます。ほら、カレンダー映ったでしょ、こっちに。でも、まあ別に、レフトでいいんですよ、レフトで。あんまり大事なところではないです。これで大事になってくるのは、このメニューとかレファレンスっていうことです。これメニューにすると こっちの画面の横側にタブが映ります見ててくださいほらなくなったでしょなくなったけどどこにあるって言われるとここに行くんですよここにねここにだめったに使わないようなものはこっちにし,し,しとくんですここの下の5つ使えるんですけどこの5つは めめちゃめちゃゃ貴重ですからここにあんまり使わないものを出しとく必要はないと思いますでさっき言ってた僕が一番最初に言ってた要件ですね何時に食べたのかっていうのを入れたいわけですよここにここに入れたいわけですよその時にどうするかっていうのがここに書いてありますスタートデートをいつにするか日時にするでしょうそうするとどうなるかというと変わらないんですよ変わらないんですよなぜかというとスタートを指定してエンドを指定しないと 区間が分かんないでしょ。その時間が。だから僕がさっき作ったデータのモデリングじゃちょっと足りないっていうことですよ。だからここでスタートデートとエンドデート。あ、すいません。訂正します。タイムですね。スタートのデートはもうだいたいいじゃないですか。今日の日付しかありえないから。あとはここから時間を出したい。時間を出しましょう。スプレッドシートに戻ってここに時間を入れましょうか、またはバーチャルカラムっていうやり方で ここには指定しないけど、こっちのアップシートの中で仮想的にデータを作り出すっていうのもできますけど、これ上級編というか応用編なんで、基本はここに作っちゃいましょうか。日付を。あ、すいません。時間を。これは直でスプレッドシートをいじっていいです。これを右クリックして、左に挿入しましょうか。ここを時間、時間って入れますよね。で、今度はこっちのところもう一回戻って、リジェネレートしないとダメなんですよ。リジェネはここの データからカラムに戻ってリジェネレートしますほらさっき作った時間っていうのが入ってないでしょこれ入れずにもう一回このアプリを同期してみるとエラーが出ます出ないじゃないかあーでもなんかおかしいですねおかしいですねおかしいですねほらほらなんかエラー出てるこれはなぜかっていうとアップシートの方でどのカラムを見に行くかっていうのもここで定義されてるんですよでもスプレッドシートの方を直でいじって新しいカラムが増えたでしょでアップシートの方からは分かんないわけですよだからこれずれてるんですよね見てるところが ではこれ、リジェネレートしてみましょうか。そうすると直ります。リジェネレートすることによって、新しいカラムがここにほら、時間って入るでしょで、ほら、元に戻った。で、時間も同じように、打つのがめんどくさいから、今度は、now。now でいけたっけな時間。ちょっとやってみましょうか。同じように、ここの、ここ、時間ってあるでしょこの時間を右の方にちょろっと行くと、イニシャルバリューっていうのがあるんで、これですね。now でいけるかな違うな。ちょっと下のところに、この関数といいますか、ちょっとしたプログラミングのサンプルが載ってるんですよ。 でこれタイム時間に関する関数はどういったものがあるかっていうのをバーっと見ておくとさっきの now ってあったでしょデートタイムで例えばどんなものになるのかみたいな感じなんですけどこれねちょっと表記をね変えた方がいいと思うな今の時間も引っ張った方がいいと思うでここにタイムナウってあるでしょタイムナウこれっぽくないですか多分これですよでこれいいのが インサートって押すともう勝手に入るんですよすよごいですねじゃあこれでテストしてみますでここはリジェネレート必要なくてこのままこのデータをもう一回読み込むっていうだけでいいですでダイエットシートに戻ってデータの投入してみましょうかあ時間入らない入ってないなじゃあダメだリジェネレートしなきゃダメですねリジェネ終わったんでデータ投入してみましょうかおおなんかおかしいななんかおかしいぞこうやりたかったんですよこうわかりますこれを ククリッすするるるとと食べたものの写真が出ててくるんですよピコってやるとほら何時ぐらいに何を食べたのかなっていうのを一目でパッと見たかったできちゃったじゃあこれどうやってやるのっていうとここここ全部日時にするだけでできちゃった何これすごいねアップシートもうこんなもんでいいんですよ最初はこんなもんでいいよしよしこれでいこうとなるとさっきのさっき僕が追加したカラムって必要ないっすね必要ないですけどあそこの スプレッドシートから削除するっていうのも、もしかしたら何かで使うかもしれないんで、取っとくことにします。でも、とはいえ、新しいデータをね、こちらの方から投入するときに、いつもこれが出てきちゃうっていうの、うざいじゃないですか。そういう場合はどうするかっていうと、ここの時間ですね。さっき、ここの時間っていうのを表示しない設定にすればいいんです。この時間を、ここにショーってあるでしょ。これ見せる見せないなんで、この、 チェックボックスをオフにします。同様にメモの1,2,3全部いらないですよね。1,2ぐらいでいいんじゃないですかだから2、うん、ん、うんは1だけでいいかな ?2 と3は消します。そうするとほら、めちゃめちゃすっきりシンプルですよ。これが僕の好むアプリケーションの形。僕のチャンネル名、KeepItSimpleStupid というプログラムの格言なんです。どっかで言ったかもしれないですけど、もうとにかくシンプルにしとけ、このバカ野郎っていうことですよ。もうとにかくシンプル。それに勝るものはないということでございます。 これここのところやるだけならリジェネいらないっぽいですねじゃあですねここら辺のダミーデータ消しちゃいましょうかあここのチョンチョンチョンあるじゃないですかちょんちょんちょんこれを押すとデリートアドエディットいろいろ出てきますんで消しちゃえばいいんですよ消しちゃえばもうさすがに腹減ったっていうかもうおじいちゃんがすげえ静かにしててくれるんですよなんで悪いなと思いますのでもうこれぐらいにしときましょうでこっちの方をシンクしてでさらにここの上のところセーブボタン押しといた方が間違いないです ここのセーブボタンの挙動とこっちのシンクボタンの挙動何が違うかっていうとこのセーブはアップシートで行った数々の変更をセーブするでこちらは実際に投入したデータをセーブするっていうことですはい実機の方もいけてるはずですねこれでシンクすればおーできたでこれでピコッて押すとあほらシンプルにいけますね日時も入ってるでこれでピコッてやってテイクフォト 食いたいいいたたもんんこれれででで写真撮ればいいんですよあーできちゃったじゃあ何を食べるかって言ったら卵とこれとでも全部で 400kcal ロロ以内にしなきゃいけないんですよこれ 181kcal ロロでしょでこれが186だから2つ合わせて360でしょだからこれだけは食っていいでこのサラダがどんぐらい カロリーはカロリーは ?89。だからこれ3つは食ってもいいっすよね。くん玉も食いたいけど、くん玉やめとこう。ああ、でもな、このサラダだとちょっと味が薄いかな。あ、違う。これ。こっちの塩分が濃いから、よし、このセットにしよう。そしたらこの3つを食べたものとして写真を撮るわけです。ポチッとな。全部足すと450キロカロリー。大体ね。まい、あ、大体でいいんですよ、大体で。で、ここのカロリーのところに450って入れときましょうよ。 450kcal ロロいやこれは痩せるなでセーブでしょもうできたもういいじゃないですかこれででこのカレンダーを見るとカレンダーを見ると何時に食べたかっていうのが分かるほら9時半に食べたからこれで 400kcal ロロだから1時間で 100kcal ロロ分ぐらい消費するとするともうここっから4時間は食べなくてもいいなっていう感じになるってことですよできちゃったできちゃったこれは絶対痩せるというわけで。 先生すいませんね静かにしてもらっちゃってて。というわけで今日のところは以上でございます。